はいどうも、ジエルです。新メの情報が来たんで見ていくんですけど、ちょっとね、予想外です。月末限定のカラフェスが出所かもしれません。まずは見ていきましょう。こちら、予告イベント、あっちこっち飼育員体験開催について、ということでやってきました。みのりちゃんのバナーイベントでございます。手前にアルマジロがいて可愛いですけど、アルマジロってのなんか最近、モンハン新作で話題になっていましたね。っていうのは置いといて、まさかのみのりちゃんバナーでございます。実装数少ないとはいえ、今月末のカラフェスの候補だったので、ここでまさか来てしまうとはって感じです。まずは公式の説明文見ていきましょう。高校2年生になり、飼育員の活動を始めたみのりとしほ。そんなある日、委員会の先生から、お台場アニマルランドという動物園が職業体験を募集しているという話を受け、これに参加することを決めるが、ということで、さすが、お金持ちのお嬢様学校ですね。なんか、横浜行ったり、お台場行ったりとか、いろんなところ行っててすごいなぁと思うジールでございます。では、詳細見ていきましょう。今回のイベント、マラソン形式のイベントとなります。開催期間は12月10日15時から12月18日20時59分までで、まあ、いつも通りって感じですね。はい、そして肝心のボーナスについては、タイプボーナスがクールタイプ、キャラクターボーナスがいちかちゃん、しほちゃん、みのりちゃん、はるかちゃん、そしてるかさんのサブユニットモアモアジャンプとなります。メンバーボーナス、今回の星音がスカッとささささ花さとみのり、ときめきを隠して日の森志保、挨拶はアイドルの基本めぐりねるかということで、この3人が星音となります。志保ちゃんですね、個人的には月末限定予想だったんですが、ここで来ました。志保ちゃん前回登場が10月で、その前に9月でも混合で登場しているので、かなり実装数、実装タイミングの早い登場となります。志保氏の方々頑張ってください。そして最後にルカさんですね。ルカさんについても、まあ候補として可能性あったけど、ジルさんの予想には入っていなかったんで、ちょっとびっくりって感じです。編成についても見ていきます。今回は全員タイプもサブにも一致しているので、イベントボーナスしっかり稼ぐことができます。とりあえずイベント編成を組む際は、イベントボーナスをだいたい 200% 以上盛れるのを目指して、イベントを走る、イベランするっていう人はね、ぜひ 300% 以上を目指して編成組むようにしてください。詳しくメンバーについても見ていきましょう。今回星3以下の報酬メンバーはしっかりいますので、編成自体は組みやすいんですが、ルカさん、モモルカのクールっていうのが存在していないので、ここが自由枠になります。ただね、モモルカは星4が1枚いるので、これ持ってるか持ってないかかなり差がでかいですね。こちらがいわゆる人権キャラ的な枠になるかなと思います。まあ、持ってなかったらぜひ自分の推しを入れてリーダー回数稼ぎとかしちゃってください。星4についてはこんな感じで、結構限定多めですね。はるかちゃんがクールタイプ全部限定しかいないので、はるかちゃんの枠とかはかなり編成組みにくいです。あと注意点として、ここにね、ルカさんが何枚か映ってるんですけど、例えばこちらのルカさんとかはサブユニットが2号となっていて、今回のイベントボーナスの対象外なので注意してください。サブユニットがモアモアジャンプのキャラを選ぶようにしてください。では最後にイベント予想とかの話軽くしていきましょう。まあ、とりあえず今回みのりちゃん実装ということで、現在枚数が一番少なかったんですけど、そこから脱却って感じになりますね。で、今回みのりちゃんが来てしまったということは、12月末のカラフェス限定候補のみのりちゃんの可能性がかなり下がってしまったので、ダショ、ワンダーランズショータイムのカラフェス限定の可能性が跳ね上がりました。メンバーとしては、つかさくんとエムちゃんって言った感じになりますね。正直、つかさくんが6月のカラフェスも裏で星4だったし、この前の3周年カラフェスも星4だったし、なんならね、去年の年末年始もカラフェスの限定裏で星4だったっていうのがあって、あまりにもカラフェスと同時ピックはされすぎじゃないかって感じもしますが、まあ、ただもう一人のね、Mちゃんの方が実はこれまで一回もカラフェスで同時登場したことがないキャラクターなんで、まあ、Mちゃんの登場させるっていうのも考えたらこんなもんなのかなって感じがします。あと3月にワールドリンクイベントもあって、ちょっとネタバレになってしまうんですけど、アナザーカットとかの関係でカラフェス限定キャラは早めに実装したいと思いますので、まあ、そのあたりもあっての打賞フェス限なのかなって感じがします。1点注意点としては、プロセカこれまで2回ぐらいですね、イベント限定だったメンバーを1イベント上げて、その月の月末限定にしたことがあるんですよね。なんでみの
のりちゃんがゼロになったわけではないです。もう限りなく可能性ゼロに近いんですけど、ワンチャンみのりちゃんフェス限の可能性もあるので、今回工場ってことと、あとはサンリオコラボもね、開催していることを考えたら、スルーっていう選択肢も全然ありだと思います。はい、ってことで、イベント数についてはこんなもんですかね。あとは今月は、ニーゴの箱イベントの登場が残っていて、まあそちらが順当に行くと、かなでちゃんバナーで星音が、まあ冬ちゃんと、今回ルカスさんが来たし、やっぱあっちがニーゴカイトさんなのかなーって感じがしています。まあその辺も考慮して皆さんね、ガチャ引いてください。はい、といった感じで今回の動画終わっていきます。参考になりましたら高評価、チャンネル登録ぜひよろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。バイバイ。